ハンス・バルシェックはドイツの画家、イラストレーターである。現在のポーランドのブロツワフに、鉄道技術者の息子に生まれた。父親の職業から受けた影響で、しばしば線路や駅、機関車を描いた。1876年に家族とベルリンに移り、初等教育はベルリンで受けた。1887年に、父親がバルト海の島、流弦島で仕事をするために、家族は、 シュトラールズントに移り、シュトラールズントの高校で、社会主義の影響を受けた。1889年に高校を卒業し、プロイセン芸術アカデミーに入学した。自然主義の詩人、アルノー・ホルツや、ヨハネス・シュラーフと友人になった。画家のマルティン・ブランデンブルクと知り合い障害を通じての友人となった。1895年、1896年、 1897年とブランデンブルクと二人展を開きベルリンの美術会で知られるようになった。バルター・ライスティコフラが1892年に設立したフェアイニガーング・デアクシーの展覧会にバルシェックは招待されて出展した。このグループが母体となって1899年にベルリン分離派が結成されると分離派の主要なメンバーの一人となった。 第一次世界大戦後は少年向きの書籍の挿絵画家としても活躍し、左翼的な雑誌、イラストリタライヒスバナーツァイトゥングのイラストレーターを務め、社会主義や反戦の活動を行った。1921年から1931年まで大ベルリン美術圏の会長を務めた。1933年にナチスが政権を取ると、 共産主義の同調者として様々な仕事から解任され、作品は大敗芸術に指定された。1935年にベルリンで亡くなった。ありがとうございます。